王明は中華民国の政治家。一時期中国共産党の最高指導権を掌握したが、毛沢東との権力闘争に敗北。中華人民共和国成立からほどなくして、モスクワに事実上亡命した。本名は、陳小武。武将大学在学中に青年共産同盟に加入し、1925年に中国共産党に入党した。 モスクワ中山大学に留学し、中国共産党モスクワ支部を指導した。また、同時期に、モスクワに留学していた、小解析の息子の小慶国を執拗に攻撃し続け、小慶国は、モスクワ近郊の貧しい農村、アルタイ近郊、そして、スベルドロフスクのウラル重機械工場で働かされる、羽目になった。さらには、故郷の母のもとへ、父である。 小解析を罵倒し、共産党を擁護する手紙を小警国に無理やり書かせようとした。これは小警国から相談を受けたソ連当局が、欧米の指示は好ましくないものであるとの見解を示し、小警国は改めて自ら手紙を書いたが、欧米は上記の内容の手紙の下書きを勝手に送り、その内容はプラウダやニューヨークタイムズに掲載されてしまった。 1930年に帰国。当時の最高指導者であったツ律さんを批判し、党の最高指導権を握った。1931年、ソ連からコミンテルン中国代表に指名されたが、1935年1月の準議会議員以後次第に毛沢東に主導権を奪われ、1942年からの政府運動でほぼ完全に党内の影響力を失った。 1943年春、権力奪還を計画。コミンテルンを通して、毛沢東を抑え込む目的で、密かにそれ行域を画策したが、5月にコミンテルンが解散したため計画は失敗した。1945年、中国共産党第7回大会で、下から2番目の序列で、 中央委員に選出された。中華人民共和国建国後は政務院政治法律委員会主任として様々な法律の制定に貢献した。1956年中国共産党第8回大会で再開で中央委員に選出された。1956年に病気治療の名目でソ連に事実上亡命した。 1969年中国共産党9回大会では中央委員に選出されなかった。死ぬまでソ連に留まり、モスクワで逝去した。ありがとうございます。